ブラッドリー・ジョージ・ボックスバーガーは、アメリカが州国カリフォルニア州オレンジ軍、タスティン出身のプロ野球選手。宇トを右打ち。現在は、フリーエージェント。愛称はボックス。2006年の MLB ドラフト20巡目で、カンザス式ロイヤルズから指名されたが、契約せずに、南カリフォルニア大学へ進学した。トリプル a 級。 ドゥイビル時代2009年の MLB ドラフト一巡滅追放でシンシナティレッツから指名されプロ入り。2011年12月17日にマットレートスとの1対4のトレードでヨンダー、アロンソ、ヤズマニグランダル、エディンソン・ボルケスと共にサンディエゴ・パドレスへ移籍した。2012年6月10日のミルウォーキー・ブルワーズ戦でメジャーデビューを果たした。 昇格後も高い脱三振率を記録したが、請求は不安定だった。2014年1月22日に、アレックス・トーレス、ジェシー・ハントのトレードで、ローガン・フォーサイスラと共にタンパベイ・レイズへ移籍した。レイズ移籍初年度にブレークを果たす。63試合にリリーフ登板し、メジャーでは自己ベストの防御率2.37をマーク。メジャー初勝利も、 記録64.2インニングで104の三振を奪い、脱三振率は14.5と非常に高い数値を残した。チームのリリーフ陣では、ジェイク・マギーに次ぐ、堤防御率であり、ブルペンの柱として活躍した。2015年は、抑えで起用され、自己最多の69試合に登板して、アメリカンリーグトップの41セーブをマークした。また、 オールスターのメンバーにも選出された。しかし、これらの実績とは裏腹に投球内容が優れていたとは言い難かった。まず、防御率は前年から1.50近く悪化し、3.71まで上昇した。さらに4勝10敗と大きく負け越したほか、脱三振率も大幅に低下した。2016年は、単内点筋の故障の手術を受けたため、 開幕を故障者リスト入りして迎えた。しかし、復帰した試合で借金に違和感を発症し、故障者リストに逆戻りとなった。これらの影響で出番は限定的になり、27試合のリリーフ当番で4勝3敗、防御率4.81という成績に止まった。また、24.1イニングで19支給を出して、 自己アーストを更新する予死休率7.0を記録するなど、請求面でさらに荒れた。2017年は30試合登板して4勝4敗、防御率3.38、40奪三振を記録した。2017年11月30日に、カーティステーラーとのトレードでアリゾナダイヤモンドバックスへ移籍した。迎えた2018年のシーズンは、クローザーとして起用され、 3年ぶりの60試合登板で32セーブを挙げたが、9月に9試合で、防御率11.37と調子を崩し、平野数に役割を奪われた。オフの11月30日にノンテンダー FA となった。2019年2月7日に、ロイヤルズと1年220万ドルで契約を結んだ。6月26日に DF となり、7月1日に自由契約となった。 2019年7月12日にはシントンナショナルズとマイナー契約を結んだ。参加の AA 級ハリスバーグセネターズでプレーしていたが8月4日に自由契約となった。2019年8月6日にレッツとマイナー契約を結んだ。参加の AA、A、級ルイビルバッツでプレーしていたが8月23日に自由契約となった。2020年2月14日に マイアミ・マーリンズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。7月23日にメジャー契約を結んで40人枠入りした。オフの10月28日に FA となった。90から95マイルパーアワーのフォーシーム、80マイルパーアワー前後のチェンジアップの2球種で、全投球の9割以上を占める。他には、 スライダーとツーシームも投げる。マイナー時代はカーブも投げていた。父のロッドボックスバーガーも南カリフォルニア大学出身の投手で、1978年の MLB ドラフト一巡目でヒューストンアストロズに入団したが、メジャーには昇格できずに終わっている。ありがとうございます。